聞くアーティストウェイ第1週3日目、花です。マリコです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日は課題のことをね、引き続きお話ししていきたいと思うのですが、はい、課題たくさんあるじゃないですか。はい、はい、毎週末にね、10個前後の課題があるんですけれども。そっか、そうなんですよ。第1週はあれか、10個ね、10個ありますね、うん、はい、でこれね、まあ、全部やったらやったで面白いんですけれども、うん、すごく、はい、できそうですか、マリコさん。いやー得意なのとやっぱりちょっと苦手なのか、ある感じがします。はいはい。そこでですね、そういう時のこともちゃんと書いてありまして、はい、ですね、ちょっとの遡りまして、うん、28ページからの本書の使い方っていうところにですね、ワークが、ワークが全部できなかった時、うん、全部やる時間を作れない時のためのガイドラインも載ってます。うん、はい。29ページの真ん中辺か。29ページ、はい、はい、その週の課題を全部やる時間を作れないかもしれないと、はい、そのような場合には半分だけやるようにしよう、うん、残りの半分は余裕ができた時にやればいい、うん、まあ、半分だけっていうか、まあ、やれる分だけやって、うん、あとは余裕ができた時にやればいいと、はいはい、でどの課題を選ぶかについてっていうのもあります。2つの指針があって、はい、それは、自分に訴えかけるものと、うん、強い抵抗感を覚えるものを選んでほしい。そのいずれでもないものは後回しにしても構わないと書いてあります。うんうん、この後がですね、太字になってるんですが、うん、自分に最も必要なことに私たちはしばしば抵抗する。わかる。この事実を覚えておこうと書いてあります。うん、はい、つまりですね、この課題面白そうだな、やってみたいなって思う課題と、それから、うん、ちょっとなんかやりたくない、抵抗がある、うんうん、なんかめんどくさいなこれ、うんうん、っていうのを特にやるといいっていうことですね。うんうん、確かに、はい。人生は半分そんなもんだ。人生はそんなもん、うんうん、なんかちょっと逆説的な言い方なのかもしれないけど、うん、抵抗があるものこそ自分に最も必要だったりとかする場合もあるじゃないですか、うんうん、なんかね、怖い方を選べとか言うもんね。そう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 。でさっきのざわざわ、昨日話したざわざわするやつも、はい、お金に対する抵抗感みたいなことがそれを引き起こしてるようなね、うんうん、本当そうだよね。抵抗感というか、まあ、ちょっと違うけど、うんうん、なので、まあ、ただね、その嫌なものばっかりやんなくてもよくて、そうですね、そうそう、やりたいのもやってほしいんですよ、ね、はい、自分に訴えかけるものってことですけど、はい、これ面白そう、楽しそうみたいな、この第一週の課題の中だったり、例えば何かありますかね。私結構ね、第一週の課題好きなのが多くって、うん、なんかね、例えばね、課題2の、うん、5ドル持って近所のディスカウントショップに行き、うん、なんか子供用のおもちゃとかをね、うん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 、買いなさいみたいな、これまあ多分500円持って100均に行くでいいと思うんだけど、はい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 、ダイソーに行っていただいて、うんうんうん、なんかシールとか、なんか、うんうん、なんだろうね、なんか本当にちっちゃい頃ワクワクして集めてたようなものとかさ、はい、あるじゃないですか、はい、そういうものを買ってみようとか、うん、いやでもね、早速ね、あったんですよ、私これ。あったって？いや、得意なのが、得意っていうか、やりたいのはやっぱアーティストデートなんですけど、うんうん、ね、さっき私、Amazon 見てたら、3000円のぬいぐるみが気になって、すごく可愛くて、ビジュアルが。私、今、お片付け屋さんをやってるんですけど、はいはい、こう見えて、うん、やっぱ不要品はね、うん、家に置かないみたいな思考があるんですけど、うん、だからやっぱ、うん、ぬいぐるみとか、自分に本当に必要かみたいな風に問いかけて生きているんですよ。うんうん、ああ、なるほど。無駄なものを買わないようにして。そう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 。うん、でもね、うん、これはね、衝動的に買ったら面白いかもしれないっていうね。へー。その3000、まあ500、5ドルじゃないですけど、うん、ぬいぐるみちょっと買ってみようかなみたいな、うん、アーティストデート。へー、面白い、うん、そう、あ、そうなの、まあ、まだ買ってない、ね、まだ買ってない、うん、あ、でもそういうのがちょっと出てきたと。そうです、そうです。それ面白いですね。はい、うんうん、なんかね、アーティストウェイやってると、なんか全然普段なら買わないようなものをつい買ってしまったりとか、あとね、そうそう、サッシーとかね、他の人も言ってましたけども、財布の紐が緩くなるっていう人結構いますねなるほど。なんかすごい、それまでね、倹約してた人がなんかいきなり無駄遣いしだしたりとかすると、なんかこう聞くとね、なんかダメなことみたいですけども、なんて言うんでしょうね、そうなんですよね。それがでもこう人生の豊かさというか、ね、うんうんうん、幅というか遊びというか、そうですね、そういうのにつながったりもするかもしれないと思うので、うんうんうん、まあ、ちょっとなんかいきなりそんな何十万円も無駄遣いしだしたらちょっとあれかもしれないけど、そうですね、ちょっとそういうのがね、生まれてきたら、そう、はい、そういう自分にやらせてあげるとかもね、確かにいいかもしれないですね、はい、うん、ありがとうございます。ね、もう一つね、第一週でね、うん、私思うのは、課題4か、
タイムトラベルその2、怪物の中から、怪物ってね、自分の過去の人生で、うん、こう自分のなんか邪魔をしたとか自分にひどいことを言った人の怪物って言うんですけど、うん、の怪物をあの登場させてホラー小説を書くっていう課題があるんですけど、これはあの面倒くさくていつもできない、うん、でも多分やればいいんだろうと思うんだけど、うん、はい、ごめんこれできないっていう人ね結構いますけど、ね、そうなんだ、はい、まあ、イラストを描いて、うんうん、あのなんかバッテンをつけるとか焼き捨てるとか、うんうん、そういう焼き捨てる焼き捨てるとか書いてないけどねこれね、うんうん、はい、そういうのでもいいかもしれない、まあ、楽しくねアレンジして、うんうん、できる範囲でやってみてくださいという感じですね。はい、じゃあ今日は課題の選び方について、はいはい、あのご説明しました、はいはい、じゃあまた明日聞いていただければ嬉しいです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた。またね。